エディ・マックラーグはアメリカ合衆国の女優、声優である。1951年、カンザス州カンザス市で生まれ、高校卒業後は、地元カンザス州のカンザス大学とシラキュース大学で学ぶ。大学卒業後は、女優ではなく、記者、ドキュメンタリー映像のプロデューサーとして働いた。後に女優としてのキャリアをスタートさせ、 1976年にスティーブン・キング原作の小説をブライアン・デ・パルマ監督が映画化したキャリーで映画デビュー。それ以降も持ち前の明るさからテレビ番組やシットコムで露出を増やしていく。活動を本格化させるためロサンゼルスへ活動の拠点を移した後は即興コメディ集団のザ・グラウンド・リングスへ所属した。当時の団員には P.W. ハーマンのキャラクターで人気を得ていたポール・ルーベンスがおり、ルーベンスのザ・ピー・ウィー・ハーマン賞で、マック・ラーグもハーミット、ハティー役で出演している。それ以降、主にコメディ系の映画やテレビ番組へ多く出演し、順調にキャリアを構築。声優としても活躍しており、数々のテレビアニメやアニメ映画へ出演。スタジオジブリの作品では、魔女の卓球便と、 方法結隣の山田くんの英語吹き替え版や近年では日本でもヒットを記録したシュガーラッシュやアナと雪の女王にも出演した。ありがとうございます。